きましょう。レバンガ北海道です。関の寺園、ライアンクリーナー、菊池、中野、星野、そしてポイントガードスピードのある島谷、昨日は21分の出場で9得点、素晴らしい活躍を見せた内尾総理。青のユニフォーム、ファイティングイーグルス名古屋、今日もここついてきますね。やっぱりね、佐渡原と中野のマッチアップでエンドワン。ここで最初にリズムをつかんだ昨日のゲームワンと同じ展開ですよね。そうですね、あの中野選手も昨日試合終わりに振り返っていたのが、サードチャンスも北海道です。スリーを打つ島谷、決まりました。島谷連のスリーポイントシュートです。佐渡原がボールを持っています。バックがピックの動きも出てきますが、佐渡原のアタック。菊池、寺園、キャッチ&シュートのスリーが決まりました。ウェルシュからもう少し島谷か、いやクリーナー、残り3秒2秒、ここはどうしますか。おお、ロングフェードウェイで決めていきました。サイドラインからのスローインです。中村、中村のシュート、ーブロッキング、いや、よかったですね。アイザック・バックス、杉本、佐渡原、インサイドは決まっています。寺園からウェルシュ、島谷、寺園に戻す、寺園のシュートは、おお、決まりました。これは2ポイントですね。2ポイントでしたね。はい、波里がまた緩急をつけながら、うまい、あーブロックいった、クリーナー。おー、波里このアタック決まりました。ハーパーからボールを受け取って佐渡原です。おー、ハーパーに戻してオープンだ。おー、シュートは打たない、佐渡原に預けてのシュート。ウェルス選手、もう一歩踏み込んでショット打ちたいところですよね。そしてオマラ、ここはオマラがボールを持っています。オマラから佐渡原、佐渡原と関野のマッチアップに変わっています。おー、佐渡原またゴールアタックだ、ブロック決めていく、これも佐渡原決め切ります。クリーナーもインサイドいるんですが、寺戸だからクリーナー、残り5秒4秒、ここもシュートは打てるかどうか。パスアウトから外振ってスリーポイント、菊池決まった。いや、倒れてる。こういう形で少しずつテンポを早めていきながら攻撃回数を増やしていきたいですね。はい、チェーン、インサイドで取っていきます。強い、うん、